2020年オレワングランプリベストバイを今から発表したいと思います。よろしくお願いします。唐突ですね。はい、ティーチングプロの石井亮介です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、プロゴルファーっていうとですね、はい、結構皆さんクラブもらってるんでしょっていうふうに言われるんですけど、うん、真面目に買っております。なんだったら、皆さんと同じようにですね、はい、中古屋さんを巡ったりですね、はい、なんだったら、ヤフーオークションで買ったりですね。、はい、まあ、いろんなところでこう、あ、これいいなと思ったら買うんですけれど、はい、まあ、今年もいろいろ買ったんですが、まあ、1、2、3位をちょっと上げてほしいということだったので、うん、まあ、正直コースつけがたいのもあり、うん、はい、あと僕 の, あのクラブセッティング集なんていうの、あれはつまりは僕の、まあ、俺ワンなんですね、本来はね、はい、あれがベストなんで、はいはいはい、あれはあのそのままお出ししたいんですけど、うん、まあ、あえてなんかこうお話をしようかなという時にちょっと3本持ってきました。で、うん、あのクラブセッティング編の時になかったのがすでにここに1本いるので、まあ、これはちょっと、うん、はい、ゆっくり話したいなというところなんですけど、うん、じゃあまずは3位から、はい、お話をしたいと思います。ドラマやりましょうか。ドゥル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 。2020年の、ね、はい、2020年です。はい、はい、ちょっと上げさせていただこうと思ったのはこれです。あ、よく見てます。はい、増田さんの 425S ウェッジ、はい、です。お揃いです。お揃いですか。私も使ってます。あ、 S なんですね。はい、で特にこれあえてなんですけど、うん、PA、まあ、ピッチングウェッジとアプローチウェッジという、はい、こうあれにしました。長年ですね、僕が、うん、自分のクラブセッティングで弱点だった、まあ、弱点だった、弱点と自分で考えていたのがちょうどこれぐらいの距離で、うんうん、特にあの、まあ、セッティング編でも言いましたけど、僕ちょっと飛び系アイアンとかを使う機会が多くてですね、はい、うん、はい、そうなってくると、まあ、既存の58度のウェッジと、うん、いわゆるその飛び系アイアンのピッチングの間っていう部分がどうしてもぽっかり開くんですね、はいはい、でこれもう本当学生時代からかな、52度でこれだっていう決まっあの自分がしっくりくるウェッジになかなか出会わずですね、うん、もうボーケー、キャロウェイ、フォーティーン、まあ、テーラーメイド、ピン、はい、まあ、もう言えばキリがないぐらい、もう大体いろんなウェッジは試してきたんですけれど、なかなかこう強人が決まらない。なので苦肉の策というかですね、54度を使っている時期が割と長かったんです。で58度の上が54度、でその上がいきなり44度ぐらいのピッチングっていうですね、ちょっと謎のセッティングになっていて、まあ、正直、まあ、いわゆる48度、50度前後の距離はピッチングで落として打てたんで、うん、まあ、それで処理しちゃってたんですけど、うん、はい、まあ、ある日ですね、この増田 425S の PA という、うん、これ48度、はい、これに出会いまして、はい、これがあまりにも打ちいいというか、うん、でコースに行った時にいろんなことがしやすくて、うん、はい、かつミスにものすごい強くて、うん、でまあ、実際これをあの使う前に、ボーケンの SM8 の50度と48度と52度は全部買ったんですよ、うん、で48と50度であんまり距離が僕が打って変わらないという、はいはい、で、まあ、5人は、まあ、まあいいんだけど、その上、うん、どうしてもこう埋めるときに欲しいな、うん、48度ぐらい欲しいなと思っちゃったときに、はい、まあ、ボーケンより僕はこの増田 425S の PA がズバッとはまっちゃったので、うん、よしじゃあと思って52を後から買ったんですね、うん、順番としてはこのピッチング PA がものすごいはまっちゃって、うん、はい、この流れだったら52度でもいけるんじゃないかなと思って、うん、この、まあ、52をアプローチウェッジを買い足したので、で、はい、実際こうこのウェッジを買ったのが夏過ぎぐらいからかな、うん、でまあ、一緒にラウンドする、まあ、プロだったりとか、うん、お客様だったりとか、まあ、いらっしゃいますけど、まあ、特にプロかな、うん、急にこう石井お前100ヤードぐらいなんかすごいこうピンに筋ってるねって言ってくれる人があのポンポンポンとこう何件か続いて、はい、なん、あ、そういえばこのウェッジに変えてからかもってちょっと思い直したりとかして、うん、はい、まあ、ものすごいこう、まあ、スコアメイクにもつながりますし、うん、あのとにかくコースに行っていてものすごいこうストレスが少ないというか、うんうん、まあ、これはいいなってもう本当に心から思っている、まあ、そんなこう今年の出会いをまず第3位にしてみたいと思います。縦距離がやっぱり合いやすいんですね。合いやすいです、うん、であとは風が吹いてる時なんかにちょっとこう低くしたりとかっていうその加減もしやすくて、うん、もう100、105、110みたいなこう5ヤードぐらいの刻みでも、はい、あの本当イメージするとその距離が打ちやすい、うんうん、はい、なんとなくその C プロの中でここがこうだから自分にとっていいんじゃないかみたいなところって
あのまず一つは、はい、ソールが何が違うのって言われたらちょっと言えないんですけれど、はい、打った時に地面に当たる感じがものすごい分厚くて、うんうん、あのソール面と地面がちゃんと当たってる感じがするんですよね、はい、であのライが悪いところとかでも、うん、こうちゃんと当たって抜けてくれるというか、クラブがちゃんとボールにコンタクトしやすいその前提としてソールがちゃんと地面に当たるっていうのが、うん、実感できるっていうことが一つ、はい、あとは SM7 とか SM6 使ってたので、はい、比べたら SM8 が良かったんですけど、やっぱり US のウェッジってヘッド結構重たいなって感じることが最近あって、うんうんはい、でそういう意味では、増田さんのこのウェッジの重さがボーケーよりは少し軽めにできている感じがして、うんまあ、そういう意味でちょっとこう気の利いてる感じがするなっていうのと、うんうんまあ、あとはこのキャビティがどこまで効果はあるかわからないんですけれど、はい、あんまりこう大きくボールが曲がらないっていう効果もあるのかな、うんうんまあ、本当ピンにまっすぐポンって打っていくとそこにそのまま行くっていう球になりやすいので、うんまあ、軽くカットとか軽くドローとかしても曲がりすぎないし、うん、とても芯に当たりやすい、そんなこう感触がしています、はい、なのでコースに行った時に結果につながりやすい、うん、そんなウェッジで気に入って今使っております、はい。2位と言って、まあ、これ1位にちょっとコートつけがたいんですけど、はい、同率1位みたいな、あえてじゃあまあ2位という言い方を今しますけど、はい、これですね、おニューモデルスリクソン、はい、ZX のどっちでしょうか、はい、あ5です、ね、5しかもカラーがカラーカスタムバージョン、ねはい、これツアー版がいるときに買うとこういうのを選べる、これ選べるんです、ね、ブルー、もうちょっと青っぽいパープルだったかブルーだったかな、ちょっとこう、うん、紺色っぽいのも選べるんですけど、うんはい、これイエローですね、まあ、ZX5 です、はい、でシャフトが今ちょっと試しているのがこのスピーダー 66GTR というモデル、はい、これは、でも 44.75 インチに短めます、はいはい、で一応ここにまあ、SIM を使っている時と同じ、ベンタス、はいはいの 6X ももちろん用意をしています、うんまあ、ベンタス僕今すごい気に入っていて、はい、どんなドライバーをこう買っても一回このベンタスを入れてみるんですけれど、うんまあ、これをベースには使ってるんですけれど、こちらの TR を、うん実際使っている先輩がいまして、うんうん、その先輩のクラブをお借りしてみたらすごい良かったんですね、はいうん、で僕これ 45.25 インチでこのベンタスは組んでるんですけれど、はい、その先輩 44.75 インチ少し短めにして、うんうんはい、でこのソールのウェイトも、僕が使ったものよりも 2g 重いものを入れてお使いになっていたので、うんまあ、あまりに感触が良かったの で、うん、でかつ家にこのシャフトがあったので、はい、それはちょっと試すさないわけにいかないなということで同じシャフトを入れてその先輩と同じようなセッティングにしているもの、はい、シムを、まあ、今年の頭からずっと使っていて、うんまあ、気に入って使っています、はいどっちの方が芯を外した時に楽かなって考えると、うんまあ、今これで5ラウンドぐらいしたのかな、うんはい、はこの ZX5 の方がオフセンターヒットには強いなっていうのが一つこうポイントに上がっていて、うんまあ、1ラウンド目初めてこれをまあゲットしていざ回ろうって時にちょっと当たりは悪いなって時もちゃんとフェアウェイにあったりとか、うんうんあと SIM と比べても、遜色なく初速が出るのと、うんスピン量も結構少ない抑えてくれるヘッドっていうことも、うんまあ、特徴というか僕が気に入ってるポイントですかね、はい、で上から見た顔が、まあ、前作までのスリクソンとはちょっと違う感じの顔になっていて、うん某 C 社の感じの顔に似てるなって僕は思ってでしょ、はい、某 C 社の、ね、顔に似てるなと思ってるんですけれど、はい、でも実際こう打感とかは、まあ、スリクソンの、まあ、船内とは違うかな、でもまあ柔らかめの打感でちょっと弾き感もあって、うん、で音とかも、まあ、SIM と比べるとちょっとこうキーンっていう感じはするんですけれど、うんまあ、これはこれでラウンドしていてもコースでも結構響いた感じがして周りの人からすると飛んでそうっていう風に聞こえるみたいなので、うん、で実際コースでもトラックマンで測って、安定してスピンが少なく出ていたので、これはもしかしたら、まあ、シャフトとかもこれからいろいろ試したいなとか、このスリーブもまだいじってないんで、はい、フラットにしたりとか増やしたり減らしたりはできると思うので、うん、ちょっとこの辺をもしうまくいじれたらもしかしたらこれは化ける可能性があるかなと思っていて、うんまあ、2020年、うんはいまあ、SIM で1年間、まあ、1年間、ね、弱やってきたんですけど、うんはい、
ちょっとそこに資格を1本送り込んでみようかな、この Z、 自分で自分に資格を送り込んでるってあれなんですけど意味わかんないけど、はい、いや、あのほら野球チームとかサッカーチームがね、やっぱりこう、はい、同じポジションに新しい選手を投入するわけですよ、はい、ライバル心をね、そう、新陳代謝を促さなきゃいけないんで、はい、まあ、そういう意味ではちょっと刺激を入れてみようかな、はい、まあ、SIM の時に感じていたちょっとデメリットな部分を、はい、まあ、ちょっと補完してくれるっていう意味においては、うん、ちょっと一つ面白いクラブだなと思って今試しています。デメリットっておっしゃったのは、はい、やっぱりそのオフセンターの時にちょっと落ちる感じですか、はい、ちょっとこう擦っちゃった感じがしちゃうというか、はい、で芯外した時の打感とかが若干硬く感じたりとか、うん、あとは、夏場はシム何にも問題ないんですけど、はい、冬場になった時にちょっと球が上がりきらないぞって感じてます。でこれは、はい、シャフトを先端ちょっと先を硬くしているので、うん、それもあるかなって今思ってはいるんですけれど、うん、はい、なので実はこのシムのドライバーに関して言うと、うん、後で見せればいいんですけど、ちょっとロフトを今増やしてます。あ、ちょっと冬バージョンには実はそういう工夫はしてるんですね、はいはい、なので、まあ、あのシムのドライバーに何の不満もまあ、そこまではないですし、うん、あえて言えばっていうところに、まあ、こういうお仕事してますからいろんなクラブを打ちますので、そこに同じものずっと使い続けてでもあれなので、はいはい、まあ、何かこれに対抗しうるものを探していて、うん、まあ、このドライバーとあとまだ、まだ届いてないんですけど TSI3 っていうのを資格送りまくりじゃないですか。資格は送って鍛えなきゃダメなんです。気持ちはものすごいよく上がりますね、はいはい、まあまあ、私自身もねドライバー2本使い分けてる身ですから、うん、やっぱりよくわかります。なので、まあまあ、ゴルフするときにドライバーね、ティーショット打つとき、はい、こう新しいドライバー持ってこうワクワクするじゃないですか。しますね、はい、まあ、そういうのは、まあね、僕は別に試合出てるわけじゃないんで、はい、まあ、満喫しようかなという意味での、2020年からまあ、2021年来年頑張ってほしいなっていうのが、うん、はい、なるほど、なるほど、マスリクソン結構気に入って今ラウンドで使ってます、はいはい、と、まあ、先ほども見せてしまったのでね俺はグランプリ1位、やっぱり2020年を、はい、まあ、共に歩んできた、はい、まあ、これを1位に選んでるっていうのも実際コースで使っていて結果が良かったですし、まあ、実際こうアメリカツアーの試合とか見てても、うん、まあ、ダスティン・ジョンソンがまあマスターズ勝ったりとかっていうのも、うん、まあ、このドライバー、うん、結構こう試合会場で見るテレビの映像で見る機会多かったですし、ね、うん、まあ、2020年を代表するクラブと言ってもまあ過言ではないのかなっていうところも含め、はい、まあ、僕もそれで今年ずっと使ってきて気に入っているので、うん、まあ、一番はどれと言われたら、まあ、今の現時点でははい、まあ、ポイントがずっと溜まってますから、これが、うん、なるほど、なるほど、そこにあえて資格を送ると、まあ、送る、うん、この3種類で何かありますか。いや、もう十分聞けたように、はい、まあ、一つお聞きしたいなと思ったのは、その ZX5、はい、7ではなくて5を選んだポイントってのはどこかなと思う。これはあの両方は試打しました、うん、はい、両方は試打をして、7の方がいろんな操作がしやすいなっていう感じはあったんです、うんうん、まあ、もともと M2 とか M6 とかブルース版って使っていて、うんうん、割と汎用性の高いヘッドの方がもともとは好きっていうのがあり、うんうん、で実際新 MAX も持ってますしね、うん、で、まあ、ZX7 と、まあ、7と5と両方打った時に、まあ、5の方がオートマチック感が若干ありつつ、うんうん、で、まあ、そこそこ捕まってくれる、うん、で捕まらない方だと、まあ、シムとそこまでの差が出ないので、うん、まあ、シムとあえてちょっと違うテイストもちゃんと入れて、うん、あの同じものを同じ種類のものを買って比べるというよりはちょっと違いを入れたところで、うん、まあ、あのどういう反応が出るのかなというのを、うん、まあ、楽しみたいなっていう部分で、まあ、今回は5を選んだというのはそんな感じで私の2020年、はい、オレワングランプリ、はい、お後がよろしいようで、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。